はい、どうも、タクタクです。飛躍のノエルシーズン8、やっていきましょう。いや、これ何ヶ月ぶりっすか？もうちょっと忘れてる部分もあるかもしれませんが、行きましょう、ニューゲーム。いや、すげえリクエストもらってて、なんならみんなの声色とかも覚えてない気がしますね。その辺はちょっと許してね。声色が重要だったのかな？ストーリーの方が。おお！おいおい、冗談じゃねえぞ。これ逃げるとこうかな。ボマ、このままだと追い詰められる。どうする？うるせえ！今考えてんだ。スラックが。向こうはダメだ。塞がれてるよ。オスカ。今ならまだ間に合う。チリチリになるしかない。奴らはまともに戦える相手じゃない。何情けねえこと言ってんだ。どいつもこいつも弱気になってんじゃねえよ。見てろ。俺が奴らの布陣に穴を開けてやる。よせ、フーゴフーゴドレステルだ。動きを予測して距離を詰めてきたところを撃て。誰が指示してんだろう。ほら、そんな暇あると思ってんのか。先手はもらった。このまま一気にぶっ飛ばしてやるよ。え、どうすんの、何すんのこれ。敵を全滅させろ。あいだ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 い、ぐわー、いきなりなんだけど。ちょ、セーブできんだこれ一応。ああ、ちゃんと治った。クソが、謎の部隊を全滅させろ。こいつら今の爆発をものともせず。ああ。いや、これセーブしたいんだけど、今。できんの？あ、できないじゃん。うるせえ、こんなわけわかんねえ奴らに魔人様が負けるわけねえだろうが。もう一回やれば。いい加減しろ。嫌気になってんじゃねえ。このまま、逃げ切るのか。お前はパイソンたちを知らせて逃げろ。俺なら少しは部隊の乱し方ってものが分かってる。戦場で考えるな。動け。死ぬなよ。逃がしてくれたわ。オスカーが。クソクソ。ノエル、カロン、一体どこに行っちまったんだね。え、それが一番気になりますけど。あ、あの後やられたの。そっか。お前らは生きてるのか。いや、生きてるでしょ。生きてなかったら、この話終わってるでしょ、もう。あ、包囲されちゃったやん。あ、捕まった。誰？あれか。タイトルにいた人か。君誰これ。あ、この人が指示してたのかな。おでこに大きい傷がある。オスカードレッセルだな。生き別れた第三の兄弟とかじゃないですよね。それは誰か。記念式典で親友ジリアンを救い出したノエル。彼女らはその勢いに乗ったまま宿敵ラッセルバローズにとどめを刺そうとするも、カロンから受けた代償を克服したバローズによる思わぬ反撃を受け、一方的に敗北することとなった。大丈夫、覚えてる。冬だね。冬なのか、なんだろう、そういうエリアなのか。致命傷を負ったノエルはカロンの判断によりラプラス市を離れた山奥で静かに傷を回復させていた。ということはラプラス市にはもういない。ノエルは生死の境をさまよった末に一命を取り留めたみたいな感じか。カロン懐かしい。もはや懐かしいね、久しぶりすぎて。私は無力だ。これ打点になった。ラッセルは私の手を完全に離れ、さらなる化け物へと変化し続けていた。こんなのってありかよっていう展開だけど、挙句私は奴の攻撃を受けるがままでノエルを守ることすらできなかった。契約した悪魔すらも凌駕するなんてことあるんですかね。ノエルも強くなった。はあはあ、待てよ。大悪魔シーザーの嘆きの風を私の手を借りずに歩き切って見せたのだ。人間の意志の力は強い。時に悪魔の理解を超えることに。だが悪魔が最も恐れるべきことは死ではない、誇りを失うことだ。最後にシーザーが残した。
私はそれを見ているだけでいいのか。大悪魔とはどうあるべきなんだ。大悪魔もっと頑張ってくれよ。お帰りなさい。おー、生きてた。起きていたのか。なかなか長く寝てられなくて。まだ夢を見るのか。ラッセルム開けた時の夢を。ええ。何をされたの、あれ、あの瞬間。腹の傷の方はどうだ。かなり良くなったように見えるが。ええ、そっちはおかげさまで。傷跡は残ってしまいましたけど。でも、その傷、そのものは、ほとんど治ってますわ。魔人。まして、打点までしているとは、なれば、傷の治る速度は人間の数倍だろうからな。とはいえ、治療も麻酔もなく、自然治癒に任せて苦痛に耐えるのみ。この2ヶ月間よく頑張った。悪夢を見るようになったとしても仕方あるまい。あなたも部屋を温めたり、包帯を変えたり、できることはしてくれたじゃないですの。本当にお医者様にもかかわらず、よく感知できたものですわ。あれから2ヶ月もの時が。すっかり冬になってしまったな。そういうことね。結果的にラプラスに残す形になってしまった。オスカーやフーゴたちは大丈夫かしら。いや、捕らえられてるよ、確か。多分。記念式典のあの日からラプラスから離れていたからな。そう簡単にくたばる連中ではないと思うが。そろそろ、この山のふもとに出て情報を集めるか。式典の直前はラプラスにもいろいろな変化が出ていたし。あれから時間が経った今、ひょっとしたらラプラスが大きく変わってしまっているかもしれん。そうですわね。いつまでも休んでは。どうした?いえ、何でもありませんわ。ちょっと震えが。寒いのかしら。まあ、確かにその格好で外には出られまい。これは?お、持ってきてくれた?隙を見て、ふもとで冬着を工面してきた。雪の中をドレスで歩くつもりか。ずっとドレスだよね、それは。お、着替えたな。では行こうか。あら、いいやん、かわいいやん。ええ、飛脚の魔女。まあ15歳なんだもんね、そういえばね、ノエルはね。さっきの震えは寒さのせいですわよね。おかんみたいな。そういう能力あんのかな。ああ、セーブできるね。なんか同じ悪魔の契約で打点になった者同士みたいな。ノエルは義足の扱いになれ、移動速度が少し上がった。お!ほんとや、早い。気がする。今はもう使われていない道を通る。はぐれるね。なんか、スタンド使いは惹かれ合うみたいな。打点同士は惹かれ合うみたいな。ないっすか、そういうのは。で?まあ、とりあえずついてきゃ問題ないよな。あ、なんか待って!危ない!見逃すとこだった!傷薬。おー、こういうの急にありますからね。ん?狼?野犬か。お前の匂いに誘われてきたのかもな。そんな分析してる場合ですの?ふん、こんな獣ごとき、私たちが今更恐れるまでもないだろう。新たな戦闘スタイル。カロンはこの2ヶ月間でスタンスの概念をまとめ直し、新たな戦闘スタイルを確立したようだ。おお、修行してたと。左上のライフの下に、うん、なんかいろいろアイコンがあるのは気になったけど、アイコンが見えるだろうか。緑のアイコンは傷薬の残量を表している。これまで通りライフが減れば自動で回復できる。そして青いアイコン、これが表示されているとき、敵にぶつかれば自動でスキルが発動する。スキルの効果は、実際に発動させてみればわかるはずだ。ぶつかればいいのじゃ。あ、ガードだ。なんかこれオスカーも使ってなかった。見事スキルが発動して敵からのダメージを無効化し、一方的に攻撃することができた。スキルは一度使うとアイコンが無色になり、しばらく使えなくなってしまうが、時間が経てば再び使えるようになる。積極的に発動を狙っていこう。 OK。
この攻撃したいけど、普通に。もう一匹だから。しかもさっきよりガタイのいい野犬だな。さすがに一撃とはいかないか。いや。あ、急になんか出てきた。カロンが使えるスキルは一つではない。もう一つのスキルも同じように、アイコン表示中に敵にぶつかれば自動でスキルが発動する。その効果は実際に発動させてみればわかるはずだ。また？またぶつかるの？もう、基本体当たりゲーだね、これはね。クリアボーナス。見事スキルが発動して強力な攻撃によって敵を一撃で、ぶっ飛ばすことができた。この二つのスキルをうまく使えば今までより、戦闘が楽になるだろう。余裕があれば意識してみよう。ただぶつかるだけだが、あなた猫はダメなのに、野犬は大丈夫、全然大丈夫ですのね。猫だってその気になれば一撃でぶっ飛ばしてやることどころだ。やっぱ鳥だから猫にはね。そんなことしたら私があなたをぶっ飛ばしますわよ。猫好きなんですね、ノエルはね。あんな獣のどこが可愛いんだか理解に苦しむな。え、ワンちゃん生きてる？まだ生きているのか。あ、とどめを。別に助けてやるつもりでもなかっただろう。だったら無駄に長く苦しませる方が。だからって何を殺さなくても。お。なぜか。おい、どうした？バローズが、そう、一歩間違えれば、私もこうしてバローズ市長の一撃で死んでいたのかもしれない。いえ、今そんなことを思い出しても仕方ないですわ。どうしたの、ノエル・チェルクッティ。しっかりしなさい。そんなにショックだったのか。顔色が良くないが。なんでもないですわ。行きましょう。大丈夫か、本当に。さて、ライフ減ってるけど。何をボケっとしている。行くぞ。こっち行っていいのかな。なんか普通に攻撃する方法はなかったのかな。あ、スキルが戻りましたね。これは弓道上り市街地。まあ、何今のは。フィンって。あ、スキルが溜まったってこと。ふうふう、だいぶ歩きましたけれど。安心しろ、そろそろ市街地だ。ラプラス周辺の田舎ゆえにあまり賑わっている感じじゃないが、隣の市のことなら噂の一つや二つ流れているだろう。ですわね。私の顔が割れていないといいんですけど。ここから先人通りがある場所はお前一人で歩くことになる。一応私も物陰からついてはいくが。無理はしませんわよ。なるべく目立たないように人通りやお店を回ってみますわ。もし何かあったら頼みますわよ。ああ、任せろ。で、行きますか？はい。アイテムの取り忘れとかない？まあ、あっても大丈夫っちゃ大丈夫だよ、このゲームはね。セーブします。ふもとの街。ラプラスについての情報を集めろ。子犬がいるよ、子犬が。ワンワン。で、ここは何屋さん？ここ入ってみようかな。いい香りがしますわ。ここは喫茶店のようですわね。人や噂話が集まりそうですけれど、お金がないとさすがに入れないですわ。あ、お金無一文。これメニュー開けんのかな。お金はない。お金という概念はない。そもそも概念というか、もなんかわかんないけど、アイテムなのかな。お金も。これは新聞紙。誰かが読んでそのまま置いていったんですのね。ラプラス OCT による、監視緩まず。先々月から対テロ部隊の OCT によって、監視下に置かれているラプラスの状態は未だに良くなる兆しはない。スラムボートが一斉制圧されたことは記憶に新しいが、目標となるノエル・チェルケッティ及びその周辺人物の所在は未だはっきりせず、住人たちにも疲れの色が見え始めている。いい情報なんか手に入れたんじゃないですか。監視下に、やはり対テロ部隊、つまり国の軍隊がラプラスに。ああ、軍隊が入ってるんだ。もっと詳しく知りたいですわね。他にも何か情報を探してみましょう。この、あ、自販機は小悪魔印の出張自動販売機。まさかこんなところにまであるなんて。購入2ポイントで買える。何も買えへん。ということでやめときましょう。この人たちは最近、路地裏に見かけないチンピラがたむろしてるの、知ってる？
知ってるわよ。ほんと迷惑よね。ラプラスがあんなだから移ってきたんじゃないの。ねえ、嫌よね。知らないチンピラ。うん、これは、なんか、いい予感がするよ。上の空き地あたりでよくうろうろしてるっていうし、ロジラへの抜け道でもあるのかしらね。上ね。あ、見つけた。傷薬ゲット。こちゃん？上に行けばいいってことかな。こう何？空き地、お問い合わせは〇〇まで。あ、なんかここ、あ。路地裏、入っちゃった。あ、やべ。知らないチンピラかも。おいおい、ここはお嬢ちゃんみたいな子が遊ぶ場所じゃねえぜ。さっさと帰りな。ここは俺たちの。あ、もしかしてこいつら仲間か？おい、待て。あ、ブロンドヘアで眼帯をしている女のガキ。まさかと思うが、お前、マジンチルクエッティか。やば。それって凶悪テロリストじゃねえか。こんなところに。そこまでバレたら放っておけんな。急に来た。カロン。うわぁ、あ、悪魔。やっぱりこいつら、間違いねえ。騒がれる前に黙らせてやろう。ほら、これ倒したん？でもの、まあ、ライフが2になっちゃったけど。なんか、戦闘という戦闘をやってる気がしない、俺は。ただ体当たりした。ああ、やめてくれ、コンサンダー、おとなしくするから。ふん、生かしておく理由がない。今、通報でもされたら厄介だ。ちょっと、ただのチンピラの方々でしょ？そこまでしなくてもいいですわよ。それにどうせ私たちのことを知っているなら、その際いろいろ聞くチャンスかもしれませんわ。あ、この際ね、この際いろいろ聞くチャンスかもしれませんわよ。聞く。それもそうか。ならば現在のラプラスの情勢について知ってることは何でも吐き出してもらおうか。わかった。何でも話すって。畜生、一体何だってんだよ。聞いてみようか。俺たちはラプラスから逃げてきたんだ。オタクらほどじゃねえが、汚いこともやってた。スラム狩りに巻き込まれたら厄介だからな。スラム狩り？知らねえのか。バローズと対テロ部隊 OCT の連中だよ。ああ見えて今までのラプラスには隙があった。それまではスラムでなら裏商売する隙もあったんだが、今ではそんなもんはねえ。表通り裏通りも銃持った軍人が目光らせてる。バローズが街中での武装を許可しやがったんだ。街中での武装を許可？そこまで様変わりしているんですのね。さすがのバローズも市民の暮らしやすさがどうのこうのとか言ってる余裕なくなってきたってことなんじゃねえの？おたくらのせいで。かつてのやつではありえない状況だな。外からの海運会社一つのために悪魔の契約を持ち出すようなこれまでのやつでは、軍隊に手話を明け渡してでも私たちを倒したい、そういうことなのかしら。こっちは同じこと。ラプラスにかかっている主要な道路には今検問が敷かれてるんだ。人も荷物も全部チェックされる。あれじゃ売る方も買う方もたまったもんじゃないぜ。検問？あんたらを探してるんだろ。まあ、あんたらが実はこんなところに潜伏していたなんて、してたってんなら検問無駄なのかもしれねえけどね。別にチクらねえよ。これ以上厄介事に巻き込まれるのはごめんだ。大丈夫なのかね。ラプラス、大変なことになってるみたいですわね。ラッセルも本腰も入れてきたというわけか。そこまで大体的に軍隊を受け入れるとはな。フーゴたちの安否も気になるが。もういいだろう。お互い誰にも会わなかった。そうしようぜ。マジに関わってなんて軍人どもに知られたら、どんな尋問されるか分かったもんじゃねえ。情報、助かりましたわ。ありがとうございます。忘れるな。余計なことを誰かに漏らしたら、後悔することになるからな。分かってるよ。では行きましょう、カロン。ああ、だがその前にもう一つ。有金置いてけみたいな。違う。何？ふーむ。
裏商売をやってたなんて言う割にはしけた財布だ。本当にカツアゲしてった。これはカツアゲというやつなのでは。その通りだよ。人が集まる店に入るには金が必要だろう。情報収集には欠かせない。そうかもしれないですけど、さすがに。綺麗事はもっと余裕のある状況で言うもんだ。まあ、しょうがないか。ごめんなさい。これ以上迷惑をかけられませんから、私に親切にしたでも思ってくださいまし。ついでに、店で一息入れてきたらどうだ。二度はない。貴重な機会だぞ。休めるときに休んでおけ。おいた。現金をいくらか入手した。いくらかね。まあ、そこはふわっとしますね。あ、これ、あれだ、セーブ、X じゃなくて、今ならセーブができますよっていうことだったのか。はいはい。これセーブして、ああ、できたね。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。いや、よかったな。生きてたね、二人ともね。でもなんか感じ的に、オスカーは捕らえられて、あと、みんなはなんとか逃げてるっていうような感じなんですかね。その辺の報道がちょっとまだなんともわかりませんけども。まあ、進めていけばわかるでしょう。というわけでまた次回お会いしましょう。ではまた。